説予選一つ朝一に座った台を打ち切る。二つ4000枚出すか4000枚飲まれるまで実践する。三つ電飾花尾が気が済むまで打つ。さあ久しぶりの全通4000なんですけども、カメラマンさんが今日いないんで自分一人の収録となっておりまして、これから抽選でございます。収録するホールはですねイエスランド移住院店さんでございます。ちょっとここまだ立中なんで分かんないですけどね、かなり大自然に囲まれたホールさんでございまして、で抽選が130人ぐらいですかね、約並びが。なんでまあ狙い台は取れそうです。イエスランド移住院店さんというか、まあ、イエスランドグループ の, あのイメージキャラクターがあの相川翔さんなんですよね。なんであのこの抽選のこの時間にあの一世風靡セピアが流れてます。こだわりが強いですね。全略道の上よりが流れてますね。おどうもお願いします。はいはいはい、あらすあらすあらす。抽選終わりまして51番取れます。ありがとうございます。機材を取りにね屋上の駐車場まで来たんですけども、見てください皆さん、この大自然感、これよ、この、しかも曇りというねこんな日にねやっぱり収録するのが俺よね。狙いのオキドキリオ座りそうっすね。おはようございます、お願いします。おはようございます。めちゃめちゃなんか混んでる。こういう感じですね。カード、はい、増大です。いやマジ鹿児島だったら最大なんじゃないの40台って。なんかみんな手前から埋まっていくな。収録しやすい角台から、内角台いきます。お願いします。というわけでね、狙い台取りましたんで早速打っていきます。全通4000です。お願いします。しっかりね夢をもやっていきましょうかね。一応まあ弱地に設定差があるのかな。ただその時々デュオを売ってる人に結構聞くと、やっぱ子役の確率はあんま気にせんでいいというところですね。初当たりとモード移行ですかね。通常 A だった場合の天国移行率とか設定1だとまあもう 10% ないぐらいなんで、 7% ぐらいやったかな。なんで6だともうちょっとぐらい、6だと 10% ちょいぐらいあると見てはいますけども、僕はドキハナチャンスを成功させたことが なくてまだ1回も。今日それちょっとやりたいですよね。で設定変更時の、まあ、テーブルの選択率、まあ、大体 約 50% で、まあ、テーブル12番と13番と14番なので、まあ、比較的その、まあ、チャンスから始まって、まあ、早めに天国が上がるみたいな。14番に関しては、まあ、一発目は通常 A なんですけど、2回はもうあの天国準備のテーブルになるんで、ボーナス2回引いたら天国上がるっていう、その選択率もね結構あるんで、 16.3% か、あ結構あるっすよね。一番多いのが、まあ、テーブル13チャンスモードから始まって、そこから全部通常日ですね。 ボーナス6回目まで、で最後、ドキドキ準備と。朝一、まあ、前立せするホールさんなんかは結構狙い目の機種ではありますから、まあ、特にこういったねあのイエスランド移住院店さんみたいに40台もう完全なるこの看板機種に据えてるところなんかは、まあ、毎日前立せしてくるんじゃないかなと思いますんで、そういうお店はやっぱりね朝一ドキドキデュオから攻めるのはマジでありだと思います。まあ、今日のこの朝一の感じ見ると全然いいっすね、うん、あるある。チャンスモード抜けそうですよねこれ。ということは通常 A か B かってことか。もうこの辺でだいぶ絞れてきますからねテーブルが。つまりここで200ゲーム抜けた瞬間にテーブル14の可能性が高くなると。つまりテーブル14の場合はもう通常 A、 その次ボーナス2回目でもう
天国準備入るんで逆に熱いんですね。ここはね200ゲーム抜けてくれた方がありがたいと。もうね全部いい方に考えましょう。オキドキデュオはこれでテーブル1かもなとか考えてダメです。199通過投手200、はい、ないです。抜けました。これでまあ通常 A、まあ、B もありますけどね。テーブル12、あ、12か、見逃してましたね。テーブル12ね、通常 B ね、 14.9% の方ね。はいはい、初当たり。やっぱね設定して255分の1で6で196分の1か。あ、そうそう、花ちゃんのピコーンだ。ボーナステンパイオンね、設定した、設定確定か。で、あのさっき言った初当たりの確率もあのチャンスモードと、まあ、通常モードの合算があの確率なんで、チャンスモードを除くと、まあ、設定して301.5分の1で6で221分の1か。現在340ゲームですね。あ、で一応通常時の天井は800ゲームです。8000、ね、あ、8000じゃないわ。800。いやマジで。いやお前がその気なら俺行くよマジで。なんでだって今日は全治ですから。逃げも隠れもしませんよ。私は。あ、今日4月28日、あ、明日祝日か、明日ゴールデンウィーク、まあ、温泉とか行きたいっすよね、そろそろ。他人と密集するからダメなだけであって、まあ、だから家族とかで行くなら、まあ、車でどっか行くとかすれば、まあ、一応お出かけはできるか。はい、お出かけ。363、投資が13問。テンパイオンなしよね、まあ、レギュラーないでもいいよ。右でしたね。偶数テーブルっすよね。12ですね。14って言えやっていう感じですけど、ただこれ通常 B だったらっすよ、以降の期待度高いんで、やっぱり設定者としても、まあ、約 50% ぐらいで上がるよね。だこれをどう見るかなのよ、設定によるものなのか通常 B だったのか。さておき、7ゲーム、朝一発目ビッグ、よし、天国あざす。12か14ではあったと思います。さあボーナス終了後のこの画面は一応まあモード、まあ、天国継続の示唆なんですけど、まあデフォルトなんで 75% を一発落としした説はある。はい、チェリー10ゲーム、やばい。まあ、確かに天国中でも15分の1ぐらいなんで、まあ、結構後半まで20ゲーム後半まで連れていかれることって結構多々あるんで、いましたね、やっぱね。16ゲームテンパイオンないですか、テンパイオンないですか、テンパイオンないですか、6国よ。出た、マジ勝ちました、初めて聞いたわ。ということは、ということはよ、これは通常 A でねじ上げた説もあるよね。あ、そう、
いやだからね、やっぱね200とかでやめたらダメってことっすよ、うん、いやマジで久々積もった。本来全通4000でやっていく展開ではないですけど、まあ、その醍醐味でいうとこの低設定でバーン伸ばすみたいな企画趣旨もあったと思うんですけど、まあ、そこはやっぱちょっと6号機なんでね、シュッとたまにはその高設定積もって4000枚出すっていう絵もいりますよね。いりますねかどうかわからんけど、たまにはあってもいいと思うんで、ちょっとこれで4000枚狙おう。まああとは俺の引き次第。お、ちょっと下で出ますね。まだいるだろう。ショボレンが続いてしまうと、まあ、最悪負けの可能性すらあるからな俺の場合。28はやばいって、マジマジ。いや29が一番やばい。おお来た、こっからっすよ、こっからっす。おきどきはこっからっすから。ああ30ゲーム、ほら応援したらこれやから、ビッグ30ゲーム、1ゲーム欲しいっすよね。よし、どっちどっち、ナイスパンチ。今日はクソ出すんで、うわもうちょっと待って、ちょっと別墨が早いわ今日。ちょっと祭り入ってるなこれ、今日のお競技量。もう飽き代ないもん40代が。はい、1ゲームいきます。よいしょい、連敗はなし。いきます、5連目いいペース。はい、23ゲーム、ビッグは出す。落ちメダル4以上、あ、5以上っす、5以上っす、5以上。ミノお兄さんの代から5以上のボイスが出ました。かなちゃんの私あなたのことがという例のやつですね。わからんもんやね。一番初当たりが遅かった2台なんですけど、その2台どちらからも確定のボイスが出るというね。わからん。あ、これで29か。ズイマーです。30。いいよ。確定チェリー来ませんかね。これ当たれ。マジマジマジ。よし、ナイス。31ゲーム。チェリー。え？じゃあチェリーからじゃねえな。レギュラー。耐えた。耐え子やなこれは。あの僕の地元にある。70、80代ぐらいのママがやってる、太鼓さんがやってるスナック太鼓ですね。996、シスターもなしと。いやーマジか。おいよチェリー、えいひょい、くそ。23、いいよチェリー。やっぱねチェリー落ちてる気がする。まあ6って分かってるからなのかもしれんが。31、さあラスト32がね、天国モード中の天国モード以上の天井ゲーム数なんで、いきます。スナック太鼓、太鼓さんで、ランプ消えましたと。だ獲得900枚ぐらいか。ここでねスイカとか引ければテーブルが優遇されるんですけども、ベル、ここからもう一回やっていきましょう。
ちょっとだけ音量を上げていきます。ちょっとね、周りがね、やっぱり結構にぎやかなんで、めちゃめちゃ光ってる。あの全盛期の沖時の島みたいな感じになってます。おー、違うね。40台あって、別積みの台がですね30台ぐらいあります。凄まじい祭り、相当すごいことになるんじゃないかという気がしております。店内状況的には、あー、忘れてました。一応天井も通常の800ゲーム紹介以外にもあと2種類ありまして、ボーナス6連続天国移行しなかった場合、7回目で必ず天国が上がります。あとは有力館天井ですね。有力館移行後1900ゲームから2000ゲーム消化で、必ず天国に上がると。天井2発耐えれば必ず天国モード上がるんで、2発食らいたくないけどね、そもそもが。設定6のポテンシャルを引き出せる人がやっぱり万枚とか行くんでしょうね。僕とかだと本当マイナス800枚ぐらいで着地するみたいな、そのようなスケジュールで、ね、それでしょ、段取り組んでおりますんで、段取り組みたくないですね。6こんな重いっすか。あ、それか当たらんよね今日ね。追加の 5% ぐらいじゃなかったっけ、あれ。そんな引けないですか。いやー、お、もうカメラ向くしかないよそれは。ゲーム数見える？あー、見えますね。はいはい、この画角でいこうか。謎画角。さあ800ゲームで、多分これねペナってるんで、ちょっともうちょいしたら光ると思います。すいませんね。あー、803ゲームおー、ビッグじゃん。アロス先輩はなし。ソドシが19、お願いします。ガチお願いします。もう上がって、はい、終わり。右、あ、通常ビージョン、通常日の下か。ただまあそのモードの下とかね、テーブルの下とかは一旦置いといて、しきりに言っていた、一応なんかこう設定した台を打って、その時は旗当たりがめっちゃ軽かったと。でその時天国以降もね結構よかったんですよ。ただ連チャンはそんな伸びなかったんですよね、3連4連で。でこっから大事で、その時奥行き利用30じゃなくて 25% の方だったんですよ。で今日僕が売ってるのは沖時30で、25倍と30倍で型式が違うんですよね。これもね気づいちゃったよねっていう話なの、完全に。これやっぱりなんかネットとかちょっと調べたら、そのパネルでこれ違いがあるんじゃないかと。同じ沖時デュオでも25と30で違うんじゃないか的なね、そんな説がありましたけども、これまさしく今違った挙動になってますよねって話。これ六角出て天井行っちゃってるよねって話。ただ僕のこれまでの経験から言って、お、先光り上がったのか。これでまあスイカで当選したっぽいですけど、だからね30倍の方がまあ荒いじゃないかと。真実の扉開いちゃったよねっていう話。スイカから持ちメダル、あ、スイカ当選なんで多分天国には上がったんじゃないかなと思いますけども、あーない。さあどんどん行こう。天国上がってない説、そんなことあります？スイカ当選ですよねあなた。
チェリー、え、マジ？てか24で引いてるから揺り区間切れんのか。落ちてないってか上がってない、ちょっと待って、ラスト32、うーわ、連チャンなし、落ち、うわー、ドキハナチャンス、ドキハナモードやっぱいるよな、上がってたぞ。ここは決めましょう、人生初全地4000、なんか引け、なんか引け、あーベル、どうですか、いやーもう まだチャンスありますから、次次行きましょう。奇数テーブルか、うぃ、速い167、これが6の当たり、ピッポキーンか、天国167ゲーム持ちメダル、いや、よかったよかった、よし、とりあえずどうやろうね、半分ぐらいは戻そう、この天国で。なんでまあ外し19本か、800万円ぐらいか、900万円ぐらい、900万円ぐらいあれば御の字、はい、御の字ビッグ、先かなじゃん、久々じゃん、でれれ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 、このギターのリフがね、一番なんていうんですか、ギターリフ界の中で一番かっこいいかからね、令和の曲で一番かっこいい、地よ風に誘われて、ここは夏の国、私オーバージョン、あー、この後、この後のギターリフね、あ、ギターソロだ、これここなんよ結局この曲、テレレテレレレテ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 レなんよこれ、ギターソロか、イエイ、なかなか特殊点滅来ないね、テテ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 、出ちゃうの福岡支店、このね、ま、会社の周りはね、うまい、うわ、遅れたじゃないわ、リリロックした、29ゲーム確定薬でもいい、あ、リプレイか、はい、いや、美味しいところ、美味しいお店が多いからね、だから行っちゃうんだよね、無駄にね、ただ今日一応収録してますし、ちょっとまだ取れたかもそんなないんで、お昼抜こうかなと思います、まあ別にこんなだからなんやって感じだけどね、うん、勝手にやっとけって話なんですけど、一旦、いや別に食べないです、食べないですけど、食べないですけど、一旦食べないですけど、一旦探します、ちょっとこのボーナス終わったら780枚、また下ないな、31、マジか、4連で終わったのか、32、はい、あ、切れた、あ、ドキハナないんだね、そっか、まあそりゃそうよね、よっしゃー、戻ってまいりました、はい、食堂ありました、そりゃそうよね、味吉さんっていう、で、なんかちょっと聞いてみんな、めちゃめちゃうまそうなのよ、唐揚げ定食とかラーメンとかとんかつとか、で、なんと18時からこれタイムセールなんだって、280円、これ狙いで行こうかな俺、うわー頑張ろう、ちょっともうなんかこれという取れ高がまだないんで、さすがにこれじゃ飯食うのダメでしょ、それまではこのアロエ&白ぶどうでごまかすしかない、このアロエの葉肉で、あー、これはあなた、これはもうどうします、食べます、一旦
いや、これは、いや、俺は別に食べんでもいいんだけど、なんかそのね、やっぱり会社に迷惑かかってしまうかもしれんやん、このままその食べずにみたいな、倒れちゃったりしたら。そこよね、本当に会社にだけは迷惑かけたくないんで僕、はい、ファスティングしたいっすよ僕も本当はね。そう、でもどうでしょう、それでもし倒れたりでもしたら誰が責任取るんですかって話じゃないですか。これはもう皆さんのせいですよ、これは。そんなん言うんだったら、おいお前そんなんでいいのかみたいな、お前が言い始めたんだろみたいな、やれよっていう声を言うんだったら、もう僕が倒れた際はもう皆さんに責任がいきますね。それはそれ覚悟の上でコメントをね書いてほしいです。俺以外全員で出てるな、すごいね。寒、ちょっと店内撮ろうかこれ、すごいよ。あー、あったかい。あー、このためにあったんだな、このシャカシャカ素素材。うわーっと、これほらすごない？これさ、もう全死ごろぐらいじゃないの今日、さすがに。こっちもほらで、ほら俺だけない、見てほら、こうブワーあるやん、こうブワーあるやん、ブワーあるやん、俺だけないのよ、俺だけないのよ、どうしよう、ちょっと逃げ出そうかな、もう帰ったのかな博多に。今日という日がなかったことにしようかな。ツイート、今日のツイート、あーごめんごめん、しないしない、テンパイオンなし。あ、ビッグなんだ、おろす。追加1本で外し21本。だからもうさ、もう50杯以上はあると思うんで、そこ取れないのはもうね負けよ、そもそも。18、おっしゃ上がった、18ゲーム、ありがとう。そりゃ取るよ、そりゃ取るのよ。はい、終わり。しさがない。でこのなんか黄色いジャンパーあれやな、こういうなんかセラライのロゴとかなかったら完全に糸島のかき小屋の客っすね。行きましょう、行きましょう、かき小屋スタイルで行きましょう。10、大丈夫、全然全然、さっき18やから光ったの。ほら、ボレミー12ゲーム、全然全然、そりゃそう、3連目。いや、これ終了の、あ、もう29やん、ダメやん、30、あれ、はい、32、お前やってるやん、3連チャンでランプ消えました。ショートロックしましたね今ね、完全に。275ゲーム、中段チェリー 40% ぐらいなかったっけこれ、いきます。あー止まんない、ギリギリ持ち目だ、あーまだ結構あるね、200枚ぐらい持ち目だ、あります。レギュラー OK、 引くだけやからね。うお、9ゲーム、あーありがとうございます。レギュラーでもいいの、ほら伸びる、15ゲーム、あら伸びます、大丈夫です。六角出ました、六角、どのダイスか、あー六角めっちゃ綺麗に出てますね、めちゃめちゃ綺麗に出てますね。200、チャンス、レギュラー13、15、いずれか15がいいなというところでの、すいません、即上がりでした、天才。32、おっしゃ、危ねえ、耐え太鼓、スナック太鼓、久々、レギュラー、143ゲーム、レギュラーか、
めっちゃトイレに行きたい。じゃあそこまでならな行けよって話なんですけど、叱りました。即上がり果たす。13ゲームビッグ、あー伸ばしていきたい。42ゲームこういったらトイレ行こう。そんなですか。お危ねー、よかった。17キラリン、かなちゃん、くー、うわー特殊点滅きた。27、初、今日初よ。ここからはもうね無限でしょ。4ゲームナイス。5連目、そりゃそう。おお、チューリー、早い、ね、やっと本気出したか。今かよし、ちょっとショートフリーでしたかな。リールが今日リクじゃない、あれかな、ごめんなさい。74回目終わりです。お、値が踏まれ、おっし、 OK。 ビーチボールと値が踏出てるんで通常 B 以上濃厚です。でもドキドキ、テーブル6だったらドキドキ準備の画面出るよな。というわけで32ゲーム目でした、これが、はい、さあ5回目が勝負です。頑張りましょう。うわーよかった。3、6、5、1年、外押しが24本、追加が3本かな。これは上がるでしょう、さすがに。たまにはいいじゃない。うわ、ない。予告音めっちゃ来てますけど、これはもう上がってるだろう、天国。えい、よっしゃ、どっち、どっち、あー、かなちゃん、どっち、曲だ、あー、私バージョンアップか。まあまあ、OK、OK、まあまあまあ、天国は天国。よし、久しぶり天国行きましょう。よし、あらす、31、32、うわー、もうきちぃー、これ。おー、3、4、5、ビッグなんだ、しかも。左点滅か、奇数テーブルが濃厚。お、11ゲーム即上がり、これどうなんだろうな。うわー上がってた、あら、じゃあ情熱がアップデートだよね。 OK、 上がった、即上がり、上がった。通常点滅、105ゲーム。これはチャンスモードじゃないですかと。10がいい、めっちゃ10がいいです。あ、え、今ショートロックしなかった、自分確定処理出る、出ないんかい。13ゲーム上がってましたね。ちょっと面ぶれ入るよ、これは。この時間帯の2連は、3連もしないんだっていうね。あー、8時8分、これは4000枚キビーか。これは32、ほら、どう、消える、消えない。今持ちメダルが5、600枚まだあるんで、169キロゲーム早いよ。レギュラーでいいの、3回目、おい、3を丸持ちメダル、4回目かな、これが。おお、137、ビッグ多いね、45%。いいよ、はいはい、ないのよ、ないのよ、徹底して取れないのよ、それが。
なんか出ろ、なんも出ん。まあいいや、あと2回引きゃ天国や。なんでまあ極力その持ちメダル内にボーナス2回引き、おー上がった。12ゲームビッグ、分からん、自力かもしれんけど、とりあえず上がりました。まあ、これが天国ならもうこれ取り切って終了になります。シスターはなし。さすがにね、いや今日2連で終わったことはないんで3連はすると思うんですよね。ただね、こういうのが前振りとなってこれ2連で終わるんじゃないかという、そういうプレッシャーも受けつつ打っておりますけども、これで終わったらもうしょうもないよ。ちょっとこの何時今9時半ぐらいまで回して、これで2連エンドはやばいって、せめてもの3連で終わるか、まあユリク感続くかでお願いしたい。いや12ゲーム自力説ない、もうこれ後半になってきてこの設定の区のこの初当たりのポテンシャルを取り戻してきたということにしてにしませんか。ここはそれでも手打ちにしません。21ゲームうっす、や2連で終わりはないでしょう、ないんですよ。22ゲームあぶね、危ない、それは危ないから、そして3連、これはもう天国でいいでしょう。さすがにさすがに天国、うわー乾燥するじゃん、エンディングだ。そうかそうか、すげえ引きだ、あれをやんなきゃいけないよね。でも来た、あーダメ、リプレイはダメ、うわーしさがね、大丈夫ですか、いきます。あーこの流れはもう確実に3連、今日1日の流れを見てもこれで終わる、絶対に。もうゲーム数怖くて見られん、もう上のデータランプ見切らん、ちら21は終わるって、21は終わるやつやん。ちょまじまじ、何でもいい、分かった、もう当たらんでもいいからチェリーください最後のあがきさして、いやー3連ですか、本当に言ってます。しかもクレジットなくなってるっていうね、26、27、ガチで3連やん、マジで。29、うーわ、え、これ3連モードとかあんの、あーびっくりした、スイカかと思った。31、うわー万寿九す、背水の陣ですね。絶4戦、おおお、外れんかな、ベルカリフレ外れんよね、消えた。はい、というわけで結果の発表でございます。お疲れした、収支の発表なんですけども、総投資が24本、で46枚貸しなんで1104枚で、回収が735枚だったので、マイナスの369枚、ね、なっております。ということでどちらも、4000上も下も満たつといかつということで、ミッション失敗です、させました。ほんとでこれね、要因は何かというとね、あれなんですよ、ちょっとねユニメも取ってきたんでね、
総プレイ数が7565ゲームと、でチェリーが 36.2分の1209回、ね、ここまではいい6の近似値で、午前中ぐらいに確かボイスが出たんですよね、僕の幻聴ではなければ、はい、そこ大事ね、まあ、出たと思うんですよ、3人で楽しみましょうみたいな。ただね、花ちゃんが1回も弾かなかったね、うん、2人でしたね、まあ、なんならかなちゃんも全然来てないですけど、で今回のね敗因というか、まあ4000枚いかなかった要因でいうと、このモードテーブルですね、通常モードテーブル、これがね、通常 A 始まりがね多かったんですよ、結局有利区間終了9回目まで行ってんのか、だから9回引いて、7回 A 始まりなんですね、はい、でこれによりまあちょっと初当たりもちょっと手間取って、かつちょっと天国以降も、しにくいというところで、まあ、投資がかさんでしまったと、はい、ここが敗因なのかなと思います、はい、いやこんな顔してます。あとはその設定さないところ、あんまないところで、まあ例えばそのボーナス中のレア役での1ゲーム連当選がこれ1回もなかったんで、これ1回もよ、その設定さのないところがもう引けてないよね、思いっきり。あれ800ゲームハマった時の後のドキハナチャンスの失敗よね、あれはね成功させなあかん、引くべき時に引くべきものを引けなかったと、まあ、4000枚を達成するために必要なものをね、それが敗因ですね、6積もっておきながら、うん、それに尽きると思います。店内状況に関してなんですけども、一応僕の中で確認したのが、まあ5台ぐらいですね、40台って、まあ、もっと多分聞いたら出たとはもう思うんですけど、まあ、かなりこう確定のボイスが出てて、勝利数と結構勝ってんじゃないかな。あとジャグラーシリーズと番長ゼロと、あとアラジンエースの角台が結構出てたんで、あとどうやろうな、まあ、バージ絆もそうか、46枚すると全体的にね、サマイがすごかったんで、まあ、今後もね、この界隈日置市界隈もしくはもう鹿児島市内からでも全然来れるんで、まあ、ES ランド伊集院店のスロットもいいんじゃないかと思いますんで、あとまあ設置台数多い、まあ置き時ですかね、今回増大された、まあそことアイムジャグラーか、それぞれ40台ずつあるんですけど、今あの辺をね完全にこう甘めに使ってる感じがするんで、あの過去の履歴とか見ると、あの辺はね今後も継続して狙った方がいいと思います。はい、機会があればまた次回もやっていこうと思いますんで、ぜひご声援のほどよろしくお願いいたします。というわけでこの動画が面白かった、と思う方はね、ぜひねチャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしておりますので、コメント1週間以内のであれば僕がね全部返信しますんで、どしどし、ご意見ご感想をお書きください、よろしくお願いします。というわけで今回の全通4戦は以上です。次の全通4戦でお会いしましょう。日置市で全通4戦でした。あらした。ここから3時間半かけて博多帰ります。お疲れです。